レイトゥゲザー。はい、どうも、お集めにかけます。地球上のすべての生きとし生きるものを嫌われ者キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトルはこちら、フルキス体験版ということでして、今回ですね、動画の続きに4本目ということで、今回楽しくね、プレイの方をさせていただきたいと思います。でこちらですね、やらせていただくときは毎回ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また終わり次第にですね、ご挨拶の方をさせて、いただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご容赦のほどよろしくお願いいたします。でこちらですね、今ね、2019年の3月の国婚の日ですね、3月の9日の深夜なんですが深夜というかね、あ、ちょっとごめんなさい、すいません、3月の8日ですね、3月の8日の、深夜になるんですが、こちらの製品版が、3月の28日、今月の28日ですね、製品版が発売されるということで、まあ、できればね、それに、この体験版ね、間に合わせて完結ね、させられればいいなと思ってるんですけど、ちょっと難しいかな。毎回ね、30分くらいでね、2本ずつ出させていただいておりますので、このペースでいくとね、ちょっとね、難しいかなと思うんですけど、なんとか頑張ってね、やっていきたいなと思います。で、まあいいや、これごめんなさい、先ほどちょっと触れたんですけど、また我々にね、ご挨拶をさせていただくときにね、またちょっとお話しさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。もしよろしければ最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願い、ごめんなさい、よろしくお願いいたしますではまた後ほど、セイザーバイバイ。可愛い後輩をからかうのってとっても楽しいわ。汗かいてるわね。私もじんわり汗をかいているわ。マー君の体も熱い。私の体も熱い？それは当然よ。だってドキドキしてるもの。マー君、ドキドキしてるでしょ。それと同じ理由よ。そうな気がするのよね。メイちゃんが来たわね。さすが、私のことってなると鋭いわね。まったく、突然学生会長を辞めるなんて言い出すんだから。そこね。いない。ここにはいないのかしら。別のところを探すわ。まったく、どこに隠れたのかしら。行ったみたいね。いいえ、もうちょっとだ。私と密着するの嫌なの、マー君。あれ、どうして、どこが。何のことかな、教えて、マー君。ああ、それ聞きたい。
じゃあ話してあげる。辞めたくなったから辞めるの。私1年生の時から学生会に入ってるの。その頃は初期だったわ。初期って言っても結構雑用が多いの。副会長、そして会長になったらもっと増えたわ。体育祭も学園祭もいっつも裏方。それはそれで楽しいんだけど、やっぱり普通に楽しんでるみんなが羨ましくて。ずっと頑張ってきたけど、それは自分のためじゃなくてみんなのため。このままじゃせっかくの学園生活がもったいないじゃない。あと1年で終わりなのに。私も普通の青春したいなって思ったら、もうやめるしかないじゃない。そう、あれ、あなたもやめるなって言うの。困った顔かわいい。マー君が怖いわ。なに、マー君。女子更衣室から出てくるところ、誰かに見られたらどうするつもりだったの。幸い誰もいないみたいだけど。私がいるわよ。会長室に戻るわよ。学生会長は最後まで続けてもらうわよ。誰が学生会長をやるの。メイちゃん。そんなの通るわけないでしょ。あなたも説得しなさいよ。私を説得する。力ずくでもいいわよ。あれ、何を想像したのかしら。お姉さんに教えて。では当てましょう。私を下押してあられもない姿にしていたのね。いやんけどもの。もうまた話が脱線してる。とにかく勉強と学生会の仕事だけで私の学園生活が終わるのが嫌なの。じゃあ市原くん、会長の遊び相手になりなさい。それ名案。それなら学生会長を続けてもいいわ。なら陽子が学生会長を辞めてもいいの。そんなことないわ。あなたは陽子のおもちゃだもの。マー君は普通の学生でしょ。そんなマー君と遊べば普通の青春ができるでしょ。私と遊ぶのも嫌。もう他の男子なんて関係ないの。マー君は嫌。まあそもそも市原くんに拒否権はないわ。私と遊んでくれる。陽子のガス抜きに付き合ってあげて。お願い。不安だったら私も一緒に行くから。やったー。約束よ。一回だけじゃないからね。何回も遊びに行くのよ。
今までできなかったこといっぱいしよっと。秘密。普通のことよ。映画を見たりとか、ファーストフード店でハンバーガーを食べたりとか。そういう普通のことを今までしたことなかったの。メイちゃんとは少しあるけど。ありがとう、マー君。ストレス解消のお相手よろしく。というわけで会長辞任は撤回。さあ仕事をしてもらうわよ。早速マー君と遊びに行きたくなっちゃった。ダメ。頑張るから週末は私と遊びに行ってね。ありがとう。私頑張るね。週末はマー君をおもちゃにして遊ぶぞ。よし。週末の予定を決める会議。あれ？もう寝ちゃってる？もうすぐ返事してくれないと寂しいじゃない。もちろん。土曜日と日曜日どっちにする？私としては両方でもいいんだけど、強いて言うなら日曜日かしら。了解。メイちゃんには伝えておくね。ごめんなさい、寝ちゃってたわ。あれ？マー君は忘れられるの？なのに私に忘れろって言うの？素直でよろしい。でもあなたの言葉に従って寝ることにするわ。おやすみね。取れないな。あ、市原くん。いいよ。それ猫なの。取ろうと思ったんだけど逃げられちゃった。でも別の猫の写真ならあるよ。あれ、昨日撮ったんだけどな。待っててね、消してないはずだから。うん、普通かなあ。私が写真を撮ってるのはいろいろ記録を残しておきたいからなの。実は私、
夏休みの前に転校しちゃうの、北海道に。びっくりしちゃうよね。理由は知ってるし、他にも知ってる子はいるよ。でも男子では市原くんが初めてかも。だからいっぱい写真を撮っておきたくて。生まれ育った町だから。市原くんに友達になってって言えたのも、きっと転校が決まってるからだと思う。じゃないと私あんな勇気は出ないから。私の友達は女子ばかりだから、男子ともちゃんと仲良くなって思い出を作りたいなって思ったの。ごめんね、わがままで。そうかな、もうすぐお別れだって分かってるのに友達になっただなんてわがままじゃないかな。ありがとう。甘えちゃっていいの？ありがとう。じゃあ一緒に写真撮ってもいい？桜をバックにした方が綺麗だよね。じゃあ撮るね。撮れた、いい感じ。うん、これから教室に戻って食べるところ。でもその前に飲み物を買ってこなきゃ。行く行く、友達だもんね。こんにちは。また引っかかった。これで34回目よ。注意力が散漫ね。そうなの、今日は学生会長の仕事もなくて、授業も早く終わって、私は自由の身なの。そんな時にマー君に出会えるなんて、これはきっと運命だわ。だからこれは一緒に帰りなさいっていう神様の啓示よ。従わなかったら罰が下るわ。怒った神様怖いでしょ。だからね、一緒に帰ろ。一緒に帰るのって初めてよね。そうね、どちらかというとこの時間に帰れる方が少ないわね。はい、というわけでして、今回ですね、気分良さそうなのでこの辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。今回ですね、まあ動画の設定と4本目ということでここまで出演させていただきました。そうですね、まあなんて言ったらいいんだろうな、こういうゲームでもお約束の展開って感じがしてね、ちょっとなんて言うんですかね、こう悪い意味でね、テンプレ的な展開じゃなくて、すごくいい意味でね、テンプレ的な展開で、安心してね、こう遊べるっていうのがすごくいい
いいかなと思いますね。こう木を照らってね、すごいこうへんてこな設定でねっていうのも、まあ、まあまあまあ悪くはないんですけどね、やっぱりこういうスタンダードな感じなのが何のかんの言ってもやっぱり一番いいのかなっていう気が結構しますよね。特にこの手のね、あの作品では非常にね、効果的なテーマっていうかね、なんじゃないかなと思うので、すごくいいなと思いますね、うん、本当にもう単純にこう安心してこうプレイできる、このストーリーシナリオもね、うん、すごく安心してできるっていうのはいいなと思いますね。であとやっぱりね、キャラクターデザインがやっぱいいですね、うん、こちらの作品はね、すごくこう変にねこう下品じゃなくて、すごくね上品な感じで、なんつったらいいんだろうな、エロ可愛いっていうんですよね。ちょっとうまく言い方が見つからないんですけど、上品なね、感じで、下品ではなくね。なので、すごくいいなと思います。そのキャラクター自体もね、すごく自分的にはすごく好みだなと思ってます。はい。で、冒頭のはちょっと触れたんですけど、今の3月の8日の深夜で、冒頭のですね、ごめんなさい、触れたんですが、3月22日に、自分もそうなんですが、全世界中がね、松野智恵、フロムソフトウェアさんのね、最新作、赤道シャドウズ・ライトワーズですね、これが発売されます。で、自分も、もう、バッチしね、予約して、もういつでも来いって感じなんですけど、こちらのね、赤道シャドウズ・ライトワーズが、発売された暁には、でなおかつ自分の手元にね、それが届いた、暁にはね、もう早速、やっていきたいなと思うんですけど、一応ニコ生の方でね、ブロードキャスト配信をね、やらせていただきたいなと思っております。で、昨今のね、ゲーム作品で割とよくね、残念ながらありがちな、いわゆるそのメーカーの方で、そのブロードキャスト配信できなくするっていうようなね、ネタバレ防止のためにってよくあるんですけど、今回のその赤道がね、そういう風になってるのか否かっていうのはちょっとよくわかんないんで、なんとも言えないんですけど、多分ね、大丈夫だと思うんですけどね、もしそうなってた場合はね、ちょっとブロードキャスト配信できなければ、動画っていう形でもおそらく出せないということになっちゃうんでね、それだけなんとか勘弁してもらいたいなっていう感じですね。多分ね、大丈夫だと思うんですよね。なんとかの言いながらね、ダークソウルシリーズとか、あとブラッドボーンなどもそうだったんですけど、普通にね、あの点の作品もブロードキャスト配信できたし、動画も出せてたので、ごめんなさい、出せてたので、多分大丈夫だな、かなと思うんですけどね。ただ、今回のその赤道シャドウズ・ライトワーズは、フロムソフトウェアさんね、単体の作品ではないのでね、どうだっけな。コラボなんですよね、確かにね、そう、忍者シリーズのね、出してるメーカーさんとコラボのはずなんですよ。なんだっけかな、ちょっとごめんなさい、ちょっと思い出せないんですけど、多分ご存知の方はご存知っていうね、メーカーさんのやつなんですね。なので、多分そのコラボレーションの 作品なんで、赤道ショーズ・ライトワーズっていうのね。なので、そっちの方でね、ネタバレ防止で、ブロードキャストもできません。動画も出していけませんよということになるかもわかんないんでね、そこはもう本当に発売されてみないとわかんないところになるんで、またね、近くになったらね、その絡みで、ご報告させていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、じゃなくて、ごめんなさい。これ以外のシリーズ動画をいくつか出させていただいておりまして、で、あとの不定期なんですけど、この YouTube、Twitter でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ず事前に自分にやらせていただいております。Twitter 後でご報告させていただいております。で、毎回動画説明欄ですね、自分にやらせていただいております。各種 SNS の URL をリンクっていう形でもって、貼らせていただいております。ます。お気の方も気になりましたら、いかがですので、もしよろしければぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いします。で、今回ですね、奇跡的にも、こちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価をぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、少々説明版37がお送りさせていただきました。フルキス体験版、動画の数字で4本目ですね。
これで終了させていただきたいと思います。で、自分ですね、こういったシリーズ動画ですね、出させていただくときは、毎回も2本ずつ出させていただいておりますので、次回は5本目あるいは6本目ということでよろしくお願いいたします。改めまして、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。また次回あるいは別の動画で皆様のお会いできることをお楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。